はようございます、ラスカラでございます。本日の動画はですね、ずっと行きたかったお店麺屋ドッポさんにお邪魔しております。というのもこちらのカメラの方で映っております。本日もご一緒の高田馬場にございますデブちゃんさんのオーナーカイさんとね、一緒に訪れております。というのもこちらのドッポさんですね、デブちゃんさんでここ独立する前に約1年ほど修行されておりまして、そこから独立したお店なので、カイさんの方にゆかりがありまして、今回ご一緒に訪問させていただきました。今回の撮影ですね、営業時間後に来店させていただいておりますので、食べて感想を言いながら、まあ、楽しくね、美味しくいただいていこうと思います。はい、では先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。弟子なんで厳しめに。弟子なんで厳しめに。師匠って怖いですね。うわ、すいません、ありがとうございます。はい、お待たせしました、特製の魚介中華そば。ありがとうございます。お忘れるのを気をつけて。はい、ご覧ください。いや、うまそう。いただきます。お願いします。これまずね、スープから湯気が出てないね。いや、そうなんですよ、見た目はあんまそうに見えないですけど、で、行くとやばいですよ。あー、うまいですね。ありがとうございます。でも優しいんですけど、魚介の旨味がグッとくるので、まろやかというか、柔らかいだけじゃなくて風味のアクセントがあって、うん、飲んじゃいますね。ちょっとオープンの日に来たんですけど、まあ、弟子っていうのもあって、はい、ちょっと甘く見てたんですけど、仕上げてきたなって。たまんないですね、こういうの。好きなんですよ。わかります。ありがとうございます。うん。うわ、うまっ。本当こういう系を思うんですけど、嫌いな人っているんですかね。と思いますよね。思います、本当に。っていうぐらい守備範囲広いですね。そうなんですよ。うちのラーメンとは真逆というか。カイさんちはもう本当に狭いところついてる感じですかね。いわゆる昔の定食屋さんとか屋台みたいな日本人が好きに刻まれてる味もありつつ、ちゃんと今っぽく魚介の出汁とかも強く出す分は出しててっていう、このバランスがくっきりしてるので、こういう系嫌いな人っていないと思うんですよね。僕、老若男女問わず。こういう系のラーメンってあのメンマの香りでの化け方もちょっと醍醐味ですよね。メンマもしかも自分で咲いてるらしいんですよね。一つ一つ先で仕事が細かいですよね。で、原価も高くて何やってんだって話です。こういう魚介系の醤油とかは本当に化けますよね、メンマ入れると。うん、さっき頼んだら分からんですけど、メンマ入ってないもんな。でそれ小盛りのミスですね。入れてた、ちゃんと。ちゃんと入れました。でもこれチャーシュー、これ見えます、これ、とんでもない厚みですね。 GK だってこんな厚いとこないですよ。あ、うん、チャーシューもね、うまいんですよね。うん、うわ、うまうまチャーシューと角煮のいいとこ取りみたいな、うん、お肉ですね。でも今日もこう車で走ってきて、住宅街は結構あるじゃないですか。です、ね、本当にこうお父様お母様はもちろんですけど、おじいちゃんおばあちゃんも、うん、お子さんもなんか本当安心して連れてこれますね。ご家族で来る方は多いですね、うん、週末はかなり多いですよね。で僕もやっぱ子供生まれて思ったの、テーブルあると本当に助かるっていう、はい、ちなみにこれが自販機用に今作ってもらってて、え、それは高田馬場で買うことになるんですか。そういうことです。いいっすね。これいいな。一杯目なんですけど、あの汁飲みそうだ。だいぶ飲みましたね。うわ、いいな、ドッポビールにちょっとおつまみセットもつけちゃって、これつまみながら飲むの最高ですね。うん、いいですか、一本今日。これ岡山県産の地ビール。あー、これいいですね、このドッポビールということで。おろちドッポ、おろちドッポ地ビールなんですけど、臭みというか独特な匂いとかもなく、あっさり汁で。なんで撮影で今日車なんですかね。本当に機材が多いから、ね、機材が多い。いや最高ですね。でもなんか本当にやっぱ最近のラーメン屋さんって濃度を上げないといけないとか、原産地とかいろいろあったりして、インパクト重視のところが僕は多いなって思うんですよ。一口目ドーンってきて、もちろん美味しいんですけど、たまに食べたいラーメンだと思うんですよ、最近のって。本当にドッポさんのは完成度もめちゃめちゃ高いんですけど、毎日でも食べたくなるラーメンっていうか、日常に寄り添うラーメン。いや本当そうなんですよね。
情報、まあ、補足情報としてはそのラーメンのちょっとイベントというかコンテストがありまして、先日ねドッポさん本当に1位をね獲得しまして、いやもうでも本当食ってほしいですね。これまあ多分このほっこりする感じってどんだけ説明しても多分伝わらないと思うんですよ。最近僕も動画を撮るとここが美味しいと、この出汁のバランスがとか言うんですけど、一番美味しいのってなんかうまいが一番美味しくないですか、うん、でドッポさんってそれに近いと思うんですよね。もちろん魚介って名前もあるので魚介が効いてるとかで、もちろんまあラード系とかですよね。だからその動物も効いてるのは分かるんですけど、ただ何がどう効いててこううまいのか全く分からないんだけどとにかくうまいみたいなそういう一杯で、いやこれは食ってほしいですね。塩もベースは同じなんです。一緒です。返しが。で返し変えるだけで動物系の方がちょっと強くなってくる。2杯目はそんなこと聞いてあれなんで、特製鶏塩そばもお願いしても大丈夫ですか。はい。すみません。特製の鶏塩そば。ありがとうございます。うわ、うまそう。ありがとうございます。綺麗ですね、本当に。いやでこっちの方がやっぱさっきは屋台っぽい匂い、こっちはあの中華料理屋っぽいラーメンの懐かしい匂いがするですね。ちょっとすみません、いただきます、はい、うわーうまそうああ全然違いますね。確かに好みで言っても全然こうつけられないですね。どっちも好きっていう感じですね。こっちの方があの麺すすった時ラード感がこう鼻にぶわってきそうですね。ベースがいいからうまいですね。うん、全然違いますね。やっぱり醤油の時だと麺でスープを食うって感じだったんですけど、スープがメインというか主体みたいな感じなんですけど、こっちはスープで麺を食うって感じで、麺の香りも立ち方がこっちの方がしっかりするので本当に感じ方が全く変わりますね。特にラーメン主体で来るお客さんはどんどん塩にシフトするかもしれないですね。醤油だとご飯物だったりとかアルコールとかと一緒に合わせたいものですけど、こっちはもうラーメンを主軸として食べに行きたいと思うので、通えば通うほどそこら辺の変化が出てくるのかなっていう。それこそ本当にその地域性っていうんですかね、その土地柄とか関係なくどこの人でもなんか懐かしいって思えるラーメンというか、ご当地じゃないけどどこの人でも食べたことがあるっていうようなラーメンに系統っていうんですかね、なんかうまいの感覚は多分本当に寄ってるような似てる感じの感覚はあるかもしれないです。あーうまいこれ950円は良くないですねすいません、もうその2杯目もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。600だと全然見た目違いますねやっぱり。あでも全然麺違いますね。そうですね。ちょっといただきます。よろしくお願いします。麺もね地元の製麺所で、地元の鈴麺さんっていうところで、あ宿麺系の麺っぽいけどね。あ宿麺派だけど、はい、コシめちゃめちゃ強いですね。食感だけで言ったらタピオカ麺ぐらい跳ね返りはあるんですけど、ちゃんとその小麦感は香りとかしっかり立ってるんで、彼らのいいとこもあるしみたいな感じの食感なんで、全然これだけで食えるっすねここに持ってくる。ちょっとこれうまそう。でもやるでしょ、ちゃんとこれつけ汁にいってすごい相当熱々なんで表面が一気にこう柔らかく戻るんですけど、芯はちょっと締めた感じの強いコシが残ってるんで、余計熱々のつけ汁だからこそ変化が分かりやすいので、つけそば食べる方は一口目麺だけでちょっと食べてほしいですね。麺うまいです。これの600だったらちょっと僕はペロリですね。
なんか名残惜しいですね。うまかった。うん、ごちそうさまでした。ありがとうございます。いやーこれはでもなんか忘れられないですね。なんか食ってほしいですね、見た人に。食べないと分かんないですよね。そうですね、安心感というか親にも食わせたい。はい、分かります。分かります。店内の内装もまだ新築で本当にすごく手入れをされて綺麗なお店なので、本当に女性一人の方でも全然気軽なく来れますし、なかなかラーメン屋さん行きにくいなとか、なんかそういった人にこそなんか食べてほしい一杯かなと思いましたね。満足感はすごく高いですね。その出汁感だったりとか、もちろん油の旨味とかもあって、食べ応えというか満足感はすごく高いので、まあ、本当に食べきれるか心配って方でももちろん小盛りもあったりとか、本当に老若男女問わずなんか来てほしいというか、もう僕ももう自信を持ってというか、もう胸を張って、何様なんて話なんですけど、こう忖度なくこう胸を張って みんな来てってお伝えしたいようなラーメン屋さんでした。いや改めて本当ごちそうさまでした。いやー美味しかったですね今日も。